角川アニメサンクスパーリー。皆さんこんにちは、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。8月の2日日曜日、角川アニメ、サンクスパーティー開催されますが、私大石正義も出演させていただく運びとなりました。私大石、テレビアニメ月刊少女のザキくんオープニング主題歌、君じゃなきゃダメみたいを生配信で披露させていただきます。なんと言いましても、この楽曲、大石正義が生まれた楽曲と言っても過言ではない。そうなんです、大石正義が、デビューした、そんな楽曲でございます。まあ、いつもはね、楽しく、歌ったりをするんですけども、まあ、楽しさの中にもですね、今回は、角川アニメサンクスパーティーで歌わさせていただくということで、その自分が生まれた新しさ的なものをね、ドラマみたいなものも感じてもらえるように、一生懸命心を込めていただきたいと思います。それではライブまであと少し、どうぞ当日をお楽しみに。アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義でした。